さんこんにちは。今日からクリスチャンへようこそ。イエス・キリスト、この名前を聞いたことがない人はいないかもしれません。しかしこのイエス・キリストとは一体何者なんでしょうか。キリスト教の神様だということをご存知の方は多いと思います。しかしこのイエス様は人と言われたり神と言われたり、ちょっとわからない、一体何なんだ、そんな本音があるかもしれません。聖書はイエス様が今から約2000年前、ユダヤのベツレヘムという小さな村で生まれたことを教えています。イエス様はその生涯、特に最後の3年間、人々の病気を癒し、神様のことを教え、人々を導かれました。そしてイエス様はあの有名な十字架にかかられたのです。誰のために十字架にかかられたのか。それは私たち一人一人のためです。皆さんがイエス様のことを信じているかどうかは関係ありません。イエス様は全ての人のために十字架にかかられました。そして十字架にかかることによって、全ての人の罪、間違った思いや行動、その全てを背負われたのです。そしてイエス様は3日後に復活され、天に上げられました。このイエス様は今天で私たちのために働いておられます。そして時が来たら、イエス様は必ず私たちのことを迎えに天からやって来られる。これを再臨と言います。このイエス様の十字架が私たちの救いに十分である。これを信じることによって私たちは救われる。これがキリスト教です。これがまあ大まかに言った聖書が教えるイエス様をギュッとさらに短くしたバージョンです。イエス様についてこの短いビデオでは全部話すことはできません。例えばイエス様の弟子だったヨハネもですね、イエス様の弟子だったヨハネ、イエス様のことを一番よく知る一人だと言ってもいいかもしれませんけれども、そんなヨハネもイエス様の生涯を記した福音書の一つ書いた中でこんなこと言ってます。最後の一文です。ヨハネによる福音書の21章の25節、彼はこう書きました。読んでみます。ヨハネによる福音書の21章の25節、イエスのなさったことはこの他にもまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。ヨハネですらイエス様のすべてについて語ることできません。ましてこのビデオでイエス様のすべてを明らかにすることは決してできません。それでもできるだけイエス様について、特に神の子という言葉の意味について今日はちょっと考えていただけたらなと思います。その前に一つ短いお話をさせてください。数年前、あるクリスチャンの旅人が、南米のジャングルを訪れていました。現地の人によるとですね、旅人が今いるところからまっすぐ北にだいたい1時間ほど進めば、とっても大きくて綺麗な滝にたどり着くとのことでした。旅人はその話を聞くとすぐに北へ向けて出発したんです。旅人がしばらくジャングルの中を歩いていると、自分の進む方向のずっと遠くでですね、何かが動いているのに気がつきました。男は冷や汗をかき出しました。皆さんもジャングル行ったことありますか？ジャングルで何かが動いてるってめちゃくちゃ怖いんですね。ひょっとしたら危険な動物かもしれない、というか普通危険な動物。前に進もうか引き返そうか、普通引き返しますよね。でもこの男は冒険家なんです。結局もうちょっとだけ近づいてみることにしました。少しずつ少しずつ近づいていくと、その動く何かはとても細長いってことが分かったんです。ジャングルでうごめく細長いもの、なんだと思いますか？ヘビだって思いますよね。一瞬旅人もそう思ったんです。でもその細長い何かがあまりにも長いんですね。いくらヘビと言ったって、ジャングルのヘビって言ったってちょっと長すぎる。旅人そんな大きなヘビ見たこともありませんでした。だからこう思ったんですね。もう少し近づこう。勇気がある旅人です。さらに足を進めました。そして近づいてって、旅人はその長い何かがとってもカラフルだということに気がついたんです。最初は怖かった旅人ももはや好奇心には勝てません。どんどんその細長くてカラフルな何かに近づいていったんです。そして旅人はあっと驚きました。なぜならその細長くカラフルな何かはヘビじゃなかった。
恐ろしい生き物でもなかったんですね。それはとっても長いアリの行列が花びらを運んでいる様子でした。花びらを運んでいるアリは旅人がじっと観察していることなどつゆ知らず、黙々と花びらを運び続けて、また下ろして運んでは下ろして、せっせと働いていました。花びらがジャングルの梅雨に濡れてキラキラと光り輝いていたんです。遠くから見て恐ろしいものも、近づいてみると美しいことがある。聖書も同じです。聖書は遠くから見ると何が書いてるのかわからないし、分厚いですし、謎めいた本に思えるかもしれません。でも一歩足を踏み出して、一枚一枚ページをめくりながら、そこに書いてあるストーリーを知るときに、聖書の美しさに気がつきます。またそれと同時に、近づきすぎて全体のストーリーとその美しさを見過ごしてしまうこともあるかもしれません。多くの聖書に触れた人が一つの聖句にだけ集中してしまって、大きなストーリーと結論を見失うということがあります。多くの人が考えているのと違って、聖書実はね、教理の本ではないんですね。聖書は一つの大きなストーリー、神様のラブストーリーなんです。そこには大きな物語の放物線が描かれているんです。例えばですね、ボールがただ空中に浮かんでいるように見える写真があるとします。ボールがただ空中に浮かんでいるようにしか見えない。でもひょっとしたら、このボールはこの写真が撮られる数秒前、そして数秒後を知ると、そこにストーリーがあることがわかるかもしれない。例えばこのボールは試合を決定づける逆転ホームランの一コマであることがわかるかもしれません。聖書にいきなり近づくのではなくて、大きなストーリーを捉えつつ聖書の言葉に近づいていきたいと思います。イエス様について、一つ目の質問はこれです。2000年以上にもわたって多くの人を悩まし続けてきたものがあるんです。それはイエス様が神の子ってどういう意味なんだ。神の子という言葉に人は一瞬戸惑うわけです。なぜなら、私たちは子という子供って言葉を誕生と結びつけて考えるからです。言い換えるなら、普通に考えたら子には始まりがあるからなんですね。ということは、イエス様が神の子と呼ばれるからには、イエス様にも始まりがあるのか、そのように考えるわけです。聖句を一つ開きましょう。まずはこの聖句にですね、ズームインしてみたいと思います。そしてなぜズームアウトも必要なのかということもちょっと一緒に学んでいけたらと思います。ヨハネによる福音書の3章16節、ここにはこう書いてあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この聖句を読む限り、確かにイエス様が一人子であり御子である、そう読むことができます。しかしそれと同時に、聖書の別のところにはこう書いてあるんですね。ピリピ人への手紙の2章の6節7節、パウロは牢屋にいるときにこう書いたんです。ピリピ人への手紙の2章の6節7節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。この聖句、イエス様は神様と等しかったと言っています。等しいっていうのはイコールです。それは同じという意味です。そうです。イエス様は神様なのか、それとも神様の子供なのか、明らかにですね、このヨハネによる福音書とピリピ人への手紙の言葉、なんかピンと張り詰めた神秘的な何かがこの聖句の間にあります。ある人はこう言いました。聖書に書いてあることは書いてある、しかし書かれてないことは書かれていない。ちょっとそれを考えながらこのズームアウトしたいと思います。聖書はイエス様についてじゃあどう書いてあるのか、どんどん見ていきましょう。第一ヨハネの4章8節には、神は愛である、有名な聖句があるんですね。神は愛である。一つ前のビデオでも学んだ通り、神様の愛というのは自分中心の愛ではありません。神様の愛というのはですね、いつも周りが中心なんです。それはつまり、
神様が愛であるためには愛する対象が必要だということになります。愛であるためには愛する対象が必要。これは私たちがイエス様について知るための大きなヒントになります。そして神様って何だろうってことについて考えるときにも大きなヒントになります。神様が愛であるということ、愛する対象がいるということです。それはつまりイエス様は父なる神様から生まれたわけではないということになるんです。なぜなら、もし何か不思議なことが起きてイエス様が神様から生まれたのだとしたら、神様はイエス様が生まれる前は一人ぼっちだったということになってしまうんです。そしてもし神様はその昔愛する対象なく一人ぼっちだったとしたら、神は愛ではないんです。神様が神様であるためには神様が一人の時はなかった。これを覚えながらですね、ヨハネによる福音書の3章16節にもう一回ズームインしたいと思います。こう書いてあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。いくら読んでも確かにイエス様は神の子または御子って書いてあるじゃないか。しかしこれは聖書の中にあるたくさんの聖句の一部です。このように読むことは大きなストーリーと文脈を見失っています。一つの聖句から距離を作ってはいけません。一枚のボールの写真だけではそれがキャッチボール中のボールなのかホームランになるボールなのか分かりません。聖書を読むときは文脈が命です。ヨハネによる福音書の3章16節はヨハネによる福音書3章の文脈の中に書かれているんです。ヨハネによる福音書3章は新約聖書の文脈に書かれています。そして新約聖書は旧約聖書の文脈の中に書かれています。ですから私たちは聖書を読むときにズームインとズームアウトの両方をする必要があります。聖書全体のストーリーを知る必要があるんです。ではズームアウトして今度は神の子という言葉についてもっともっと考えていきましょう。ルカによる福音書の3章の38節にはこう書いてあります。エノス、セツ、アダム、そして神に至る。これ系図の部分なんですけども、この聖句を別の言語で読むとアダムは神の子であると書いてあります。英語ではですね、 The son of Adam, the son of God、そう書いてあるんですね。アダムは神の子でした。しかし聖書はアダムは罪を犯し息子の地位を失ったと教えています。それは神様にかたどって作られたアダムのその子孫は神様ではなくてアダムにかたどられているということがわかります。神様の子としての地位を失ったアダム、神様は人を救うための計画を始動させました。そして神様はその計画の大きな基盤としてアブラハムと契約の関係に入られました。創世記の22章の18節にはこう書いてあります。創世記の22章の18節、また地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。その契約の中でイサクがアブラハムの唯一の約束の子として生まれました。アブラハムには他にも子供がいましたし、イサクは長男ではありません。しかしそれでも聖書はイサクがアブラハムの一人子であったと言っています。ここ、とっても大切です。イサクは長男じゃないんです。しかも他にも兄弟がいるんです。でも聖書はイサクがアブラハムの一人子だったってヘブル人の手紙の11章の17節で言ってるんですね。その後も旧約聖書のストーリー続くんです。ヤコブ、ダビデ、ソロモンと系図は続いていきます。そしてその系図の最後に生まれてきたのがイエス様なんです。聖書は一人子という言葉を長男や始まりがあるという意味で使っていないんです。聖書は一人子という言葉を関係が悪化してしまった神様と人間の関係を修復する契約の子という意味で使っています。長いですね。もう一回見ます。聖書は一人子という言葉を関係が悪くなってしまった神様と人間の関係を修復する契約の子っていう意味で使ってるんです。しかしアブラハムにもイサクにもヤコブにもダビデにもソロモンにも契約を履行することはできませんでした。
この契約を完璧に履行することができる人はただ一人、そうイエス様なんです。つまり聖書は一人子、神の子という言葉を人間と神様の関係を修復するものという意味で使っています。一人子、神の子、これは人間と神様の関係を修復するものっていう意味なんですね。事実、第一コリントの5章ですね。第一コリントの15章の45節から47節にはこう書いてあります。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし最後のアダムは命を与える霊となった。イエス様のことですね。最初にあったのは霊のものではなく肉のものであって、その後に霊のものが来るのである。第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る。第一の人ってのはアダム、第二の人はイエス様。聖書はイエス様が第二のアダムであると言っています。イエス様こそが人間と神様の関係を修復できるもの、天から来た神の子、一人子であると教えています。神様は私たちを救うために人間と契約を結ばれました。そして神様はその契約を必ず守られます。その契約というのは神様が十字架についた神となるということです。最終的に私たちが神様について言えること、それは神は愛であるということです。そしてこの言葉は多くを物語っています。神は愛であるという現実は、神様がご自身の手を差し伸べて人類の一員となられたことを教えています。神様は深く情熱的に己の命を捨てるほど私たちを愛し、人の体を持った私たちの兄弟としてこの世界に生まれることを選ばれました。イエス様はそんなに私たちのことを愛してくださってるんです。宇宙の創造主であり、あらゆるすべてを作られたイエス様、人間と神様の愛の一体感を取り戻すために自ら進んで私たちと一つになられたんです。イエス様はこうして人間と神様の関係を修復する一人子、神の子となられることによって私たち人間に近づいてくださいました。神様であるイエス様が地上にやってきた。これが聖書のストーリーです。そしてこれほど素晴らしいストーリー、ラブストーリーはありません。今日はイエス様って誰？一人子。神のことはどういう意味？それについて学んできました。次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。聖書をもっと詳しく学びたい方、ぜひ VOP オンラインをご覧ください。God bless you and Maranatha.